始まりました。一体感マイ FC、 岩本恵美香です。藤枝マイ FC がついに悲願の J2 昇格を決めました。ということで今回のゲストはこの方々です。どうぞ。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。須藤大輔監督、そして彦師匠こと杉田正彦選手です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まずは、はい、J2 昇格おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、もうすべて彦師匠の、はい、いやいやいやありがとうございます。まずは監督、はい、ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。そして彦師匠、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、いや、まずは、はい、率直な感想を一言お願いします。はい、藤枝の大名代であるこうエンターテインメントサッカーでね、こういう結果が手繰り寄せられて、非常に満足しております。自己評ははい、誰が予想してたんだっていう、誰が藤枝予想、いや俺してたよ、ね、まあ、それチーム内はそれ信じてそうですね、はい、でもそれをこう覆してやったぜっていうことで、うん、本当にあの J2 行ったぞっていう、本当にありがとうございます。応援、はい、ということでここからは須藤監督そして彦師匠とともに激闘の今シーズンを振り返ります。今回の一体感前 FC はグラウンドからバーに場所を変え大人の雰囲気でお届けしていきます。それでは須藤監督のインタビューをどうぞご覧ください。それではいろいろとお話を伺っていきたいと思いますが、須藤監督、はい、まあ、昨シーズン途中から監督に就任されて、まあ、チームにかなり勢いが出たということと、まあ、今シーズンスタジアムも J2 基準へと、まあ、改修が始まりまして、はい、今季は特に昇格に向けて大きな期待を寄せられたかと思うんですけれども、プレッシャーはありましたか？プレッシャーはこう言ってはなんですけどもあんまりなかったですかね。っていうのも昨シーズンこうゲームモデル、我々はどう戦うのかっていうのがすごく明確になっていて、で足りないところっていうのがすごく分かっていたので、そこをじゃあどうやって上積みしよう、でその上積みさえできればもうある程度の、ね、結果は出るかなっていうのがあったので、やはり本当ここにいる師匠が、非常に引っ張っていてくれて、でやはり昨年からいる選手たちが足りないものがすごく分かっていて、じゃあそれをどうにかしようということでね、キャンプからやっていったのがいい結果につながったのかなと思います。なるほど。ではあの今季その指揮を取るにあたって、うん、改めてなんか意識したこととかっていうのはありますか？自分たちが最終的にどういうことになってるかっていうのをイメージしてもらいたかったっていうのはあります。だから最初から言ってたのはもう J2 昇格をして抱き合ってるっていうイメージを持ってもらいたいっていう話はね、うん、してで人間って不思議なもので、言ったことだったり思ったことっていうのが本気でやってるやつらのところには転がってくるんですけど、そういうイメージを持ってるからこそこういうね J2 昇格っていう結果が手繰り寄せられたのかなと。全て師匠のおかげです。本当その雰囲気ありましたもんね、うん、あの出てる選手もベンチ外の選手も、うん、な多分こうイメージできてるなっていう1年でした。本当に、まあ、全員が、ね、この1年彦師匠なんかはキャプテンだったわけですが、はい、まあ、キャプテンとして意識してたことはありますか？まあ、キャプテンっていうのは別にそんな意識正直してないです。全員がリーダーになれるっていうところで自分がこうキャプテンに選んでもらったと思ってるので、まあ練習の雰囲気とか試合のまあ状況を読みながらこう全員がこう盛り上がっていけるような、まあ声かけだったりちょっとプレーでこうね、あの見せるっていうことはないですけど、あのがむしゃらにやったりっていうところは意識してやりました。本当マサをねキャプテン、まあ、ノブとねダブルキャプテン体制で選んだっていうのはやはりこうチームを知っているし、今するべきことっていうのが明確にできる、それを背中で引っ張っていく、プラスアルファダメな時、うまくいかない時にブレないっていうのが、まあ、マサやノブがね、こう中心となってやるのが一番うまくいくのかなっていうのでね選んだので、はい、やはりもう師匠のおかげですね。そのまあ実際選んでみて、うん、
彦市長のキャプテンとしての働きはいかがでしたか。いやすごく良かったです。特にこう試合の前にね、あのロッカールームで最後の一言をキャプテンが言うんですよ。はい、本当出てく直前です。そう、出てく直前、はい、もうあるワードがもう俺の中にも頭に残っていて、必ずそのワードを言ってくれて選手たちがね本当一体感を持って前進していけたのかなと思います。それは僕の口から言えない、多分師匠が言ってくれると思います。じゃあ師匠お願いします、はい。まあ、試合前と同じ感じでいいですか。うん、いいよ。まあ、本当ね、今日の試合あの多くのサポーターがアウェーなのにこんなたくさん来てくれて、あの本当にあの感謝の気持ちを持ってね、あの熱い気持ちを持って自分たちのプレーを見せつけようね。じゃあそれで本当に気持ちよく勝って、本当に帰り道を気持ちよく帰りましょう。それじゃあ行くぞみたいな感じ。はい、ちょっと長かった長い。そうなんです、いつも帰るんですよ最後に絶対帰りたがるっていう、まあ、その帰り際を大事にしてる、ね、帰り際を大事にいい気持ちで帰れるように帰りたいっていうのがやっぱりあって、そう帰りたいっていうのもあったし、大事なところで噛むしね。そうですね、俺がシーズン前はシーズン中っていうか最初の方は監督完璧にいろいろ言ってたんですけど、俺が噛みすぎてなぜかこう監督も噛むよねシーズン序盤に。そうね、序盤からそのね、本当に際の部分で言う言葉でね、本当みんながねリラックスして試合に臨めたっていうね。いや、よければいいですけど